メモ新しい方からですとね、カラフルあんま面白くないっていうメモがありますね。あのね、ちょっと映画に行こうかななんつってね、先週の、終わり土曜日かなで迷ってたんですよ。本当はこの土曜日は映画もともと行く予定で、あのベストキッドを見に行こうと思ってたんですね。で、ベストキッドを見に行こうと思ってたんだけども、その2日前、3日前水曜日の雑学王の、収録の途中に、大監督品川博史大先生の方からベストキッドがどれだけ面白いかって話をおめえが監督したのかよぐらいの感じでですね、おそらくウィル・スミスでもそこまでは自分のものみてえに言わねえだろうなっていうぐらい浴びせられたことでですね、おそらく行ってベストキッドが面白かったところでなんかわかんないけど品川くんの手柄に俺の中でなっちゃうっていうことで、まあベストキッドの興行収配っていうんですか、まあ、1700円ぐらい減る結果になるわけですよね。まあやめとこうってことになりまして、で他何やってっかなと思って、前にトイストーリーを見に行った時に CM やってて、うわこれ面白そうだなと思って、ほんでカラフルってなんかアニメねあったんで、で、花水木っていうのも結構今売れてるんでしょね、でも TBS のだってことでTBS の映画はあれなこと多いかんななんつって、ただ相当面白いらしいね花水木で、ただでもな品川の推薦したやつと TBS は俺ちょっとなちょっと引いちゃうとこあるからな、やっぱりなんかあの広末涼子が入れ替わっちゃうやつと、あとアンドロメディアの TBS っていう冠俺の中で全然外してないからね、だからまあそれでカラフルに行こうかなっつって、でカラフルに行ったわけね。あとあの大統領のクリスマスツリーの TBS っていう冠もあの無理に思い出してまで外さないことに俺してるからね。んでそのカラフルに、今カラフルの話しながらカラフルに行った当日のことよりも他に TBS なんか失敗してねえかなってそっちの方をずっと今思い出そうとしてましたけれどもね。あの宇宙戦艦ヤマトまだじゃねえか、これもビビるわけじゃないんだけど、TBS のエレベーターの中になんかそのテレビモニターがあって、そこでガンガンいろんなののこう番宣とか流してんじゃん。なのあれわかんねえけどね、TBS に来てるさ、 TBS の関係者があれ見るわけでしょね。そんなとこに金使うならラジオにちょっとは金くんねえかなって思いながら見る、あのモニターにその宇宙戦艦ヤマトのなんか予告みたいのが出るんだけど、ちょっと面白そうなんだよね。ただね、 TBS の作品だから俺はまだそんなに心は許しませんけどね。でカラフルなんですけど、なんでそのカラフルあんま面白くないっていう一行のメモで TBS の悪口をそんなに言うわけで、カラフルに行ったわけ。したらなんか舞台が双子玉川とか轟とかその辺が舞台になってるね。それでその映画はその轟の実写みたいのをちょっとそのアニメのいわゆる絵に寄せて加工して、でアニメの方が結構リアルな絵を使ってて、それでなんかその主人公の男子中学生とか女子中学生とかの表情とかすごい細かくて、で動きとかも結構人っぽくてすごくこう違和感ない感じでこうあの生き生きと出来上がってる感じなんだけど、それがなんかあんまりにきちんと出来上がってるせいで、これ普通に中学生日記みたいなもんだろっていう感じになっちゃってんだよね俺の中でね。別にそのここまでやっちゃったら普通だろっていう感じになっちゃってて、で内容自体は自殺はいけませんっていう校長先生の話みたいな、それなのね。だから学校で無理やり見せられるやつをお金払って見ちゃった感じっていうのが俺の感想ね。それだけだからもう
この一行のメモの中にですよ、 TBS の悪口、ね、でカラフルあんま面白くないぞっていう批評、そして品川ムカつくっていうこの3種類のものが込められちゃってるっていう、な、恐ろしいね。メモっていうのは、メモっていうのは恐ろしいね。あれだけ小さく圧縮してあるのに、ね、その脳のインデックスとして、ね、圧縮してあるのにもかかわらず、お湯をふやかしたら象みたいなものしか入ってないっていうのが、なんか恐ろしいもんですね。解凍しないのが一番ですよね。そのまま砂に流されちゃえばよかったんですけどね。あとはですね、あ、この夏俺の中でブームだけど、みんなにご案内してなかったやつ。ね、夏のブームね、あのスースーするペーパータオル、すげえブームじゃね、あのスースーするペーパータオルで玉金を完全に包んでゴシ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 ってやってからふわって解放する、そうすると一旦なんか俺の中で玉金が心の中の玉金がジンジンするじゃん、ジンジンする、ジンジン、あの要はあれってアルコールの脱脂麺と一緒で、注射したりするときにスッて吹くやつと一緒じゃんか、だからなんかスッてこう涼しくなった上にホワーってなるじゃん、ホワーっていうなんか気化みたいなするじゃんね、あれがなんか玉筋がすごいでっかくなってスライムナイトの感じ、スライムナイトのスライム部分が玉筋の感じに一旦なってホワーってなる、あれがすごい好きで、まあまあ、AD の多分金子くんだと思うんですけど、金子くんにその大判のそのスースーするペーパーをとにかくキープしといてくれっつって、何かあるたびにペーパーっつってスースーするペーパー金子っつって、そうするとタッタッタッタって持ってきて、金子下がってよしっつってで玉金を完全にそれで包んで、玉金を何だろうね、幕府に献上するギアマンの壺ぐらいの感じできちんと包んで両手でしっかり持ってからゴシ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 っつってね、それでいてそれをなんだろう、そのゴシゴシしたやつをその包みを開ける、包みをこう開けた時の感じがすごい好きで、この夏ずいぶんエンジョイしました、ね、あの突然流行りだしたよね、今まであっても良さそうなもんなんだけど、すげえ流行りだし、何なんですかね、なんかわかんないけど、すげえかっこいいこと書いてあるわけ、その俺の今一番気に入っているでっかいやつは全身拭ける大判シート 30×25cm、メンズボディタオルみたいなかっこいい名前書いてあるんだけどさ、要はあれでしょお風呂あんま入んなかったやつかお風呂、お風呂入んなかった、このメンズっていう言葉を和訳するとお風呂にあんま入ってないやつでしょ、ね、もしくはね、汗っかきなやつでしょ、ね、じっとりしてるやつでしょ、倖田來未言うとこのメンズがとあんま違うやつでしょ、ね、それなんですよ、そのこのタオルは多分そのお風呂入らない人が増えてるから、お風呂入らない人にカッコつけさせてくれるためにこういうのが、なんかあの男性化粧品のコーナーとか置いてあるじゃんかね、だって俺あの日頃あのコーナーのもなんか一回も手取ったことないけど、これはねコンビニにもこういうペーパータオルコーナーがあるんで、多分みんな玉金包んでるんだと思うんですけど多分本当は玉金包んじゃいけないんだろこれ、多分こういうのってさ、そのああいうなんつうの、ああいう付近は大体ダメって書いてあるもんね、なんかね、だから自己責任で包んでください、自己責任で包んで自己責任で揉みほぐして自己責任でおっぴろげてください、あのねその完全に手順がるんですけど、まずおっぴろげたところで包んで、でこれで揉みほぐした後におっぴろげたまま開けるのなんですよね、そうしないとなんかね楽しめないんですよ、でシワの細部まで揉んでからサッて行くときにすごいすごいいいです、ものすごくいいですね、あとはですねまだいっぱいありますよこんなのが、戦場カメラマンの人いるじゃないですか、ゆっくり喋る人ね、あの人は自体は何度かクイズからお会いしてるんですけど、すごくいい人だし興味深い人なんですけど、戦場の話とかを
聞いてほしいんですけど、できれば戦場カメラマンとは何ぞやっていう話を聞いてもらう分にはまだまだ興味は尽きないんですけど、あの喋り方が始まったら笑うっていうだけの装置としてはもうよくね、なんかもう悲しい感じになるよ。なんかすごくあの人がゆっくり喋り始めたらドーッと笑って、ゆっくり喋ったら笑って、でしかも普通のことってあるじゃないですかね。今日はバスで来ましたぐらいでドーンって笑うじゃないですか。もうよくね、もうなんかあれを見てるとなんかすごく自分のレベルが低くなったような気がして、嫌になってしまいます。あれ大抵悪口だなこれ出てきたものの悪口と玉金の吹き方だけしか全然出てないんですけどもね。いい話とかどうですかね。TBS の前で最近すげえ混んでんなと思ったら、前はなんかの嵐のなんかがあったんですげえ混んでたんですけど、秘密の嵐ちゃんのなんかブースみたいのがあったんですごい混んでたんですけど、今なんか軽音の軽音のケース電機とイオンが合併した店舗がそこのとこにあって、でこれでその軽音グッズみたいなとかすごい繁盛してるんですよ。でその僕軽音のことをすごい、知ってるわけじゃないんですけども、軽音オリジナルの楽器とかあるんでしょ、ギターとかあるらしいんですよね。でそういうのがきっかけで実はギターがすごい上手になったりするのって、これすっごいマジでいいことだと思うんですね。もともと軽音っていうアニメが好きだったんだけども、その軽音のアニメの影響でそのアニメグッズの一つとしてギターを初めて買ったんだけど、でまたそのコスプレの一つとしてある意味では俺多分ね、自分が硬式野球部に高校の時に運動もできないくせに入った理由なんて、ドカベンのコスプレなんだよ。基本的にドカベンみたいことしたいからその野球部に入って、あ野球って面白いとかね、その硬式野球硬球って打ったらこんな感じなんだとかっていうのは俺なんかすごいいいことっていうか、ありがとう山田太郎なことなのね。で水島先生ありがとう、ただ今のドカベンはやりすぎですっていう感じなんですけどね、もう僕もついていけませんって感じなんですけど、軽音がきっかけですごいギターやる人がね増えたりとかしたら、それはなんかすごいなっていうか、入り口がアニメでその手はすごい、ギターがかっこいい、すごいできるようになったとかはすごいと思うんですけど、おそらくその人がすごい後にバンドとしてデビューしたりとかして売れたら言わねえんだろうなそのことっていうのを思いながらね、はい、言わねえんだろうなって思いますね。ベックでギリだと思いますねきっかけベックでしたがギリだと思いますよね。軽音がすごい好きでとはもう言ってもらえないんじゃないかなと思いましたね。あと品川にあんまりベストキットが面白いって言われたから全然ベストキットを見る気になんないんですよね。あ、これ一回使いました、ね、一回使いましたからね、